針、革、洗面器に水と手袋ですね。はい、左で厚みを取ります。で右で丸みを取ります。ろくろ板の上に置きます。締めていきます。周りからも締めていきます。上から締めて、周りから締めて、ここが中心に来るような感じでいいですね。はい、よく指一本ですね、厚みが。はい、左で芯を取ります。左でろくろを回して、左が右手をフォローします。2線引きました。外の線で切ります。同心円が2つかけました。外面で切りました。内の線でくっつけます。ここに3段の紐を積みます。1段ずつ積みます。塊で取りました。右で手の中でよく締めて、それを紐にします。絞って紐にします。なるだけこれができるようにしてもらって、はい、で一番端を高台部分の上につけました。少し右で回しながら紐がちぎれないように乗せます。左親指で下の土を上に、で右で、親指で下に、交互にこういう形で締めていきます。はい、右の親指と中指でつまんで、人差し指で乗せるところを、人差し指で乗せるところを作るようなつもりで、はい、中をよくつけときます。乗せるところができましたんで、ここにもう一段塊で取ります。手の中でよく締めます。で絞り出します。でさっきと同じぐらいの太さになるだけしてください。はい、こうですね。はい、内からつけていきます。左は親指が上に、下の土を上に、右がそれを下ろしていく感じでくっつけます。はい、中指と親指でつまんで、乗せるところを作りました。さっきの紐が余ってますから、乗せます。締めます。はい、乗せるときはここからここですよね。ただまずこっちをこう、はい、左親指は上に、右親指は下に、接点をくっつけていきます。はい、終わりました。3段乗せました。一番下を締めていきます。厚みを薄くするつもりで、少し手は内側に、
同じ段で上に締めたところの一つ上ですね。今ここを締めました。ただ締まった上を締めています。ここです。ご飯ジャーの小を作ってます。3段乗せました。今1段ずつ下から締めていきます。上に伸びてきました。上に伸びてきました。そしたら上もパサついてるんで締めます。その時中指と親指でこの分だけよく締めていってみてください。もうここには乗せませんから、締めるのは気になります。厚みが整いました。3本指に水をつけます。親指が少し滑らして水分をつけて滑らせます。左で回してあげます。上まで行きません。芯が取れるところでいいです。こっから上はもう段がついてるんで高低ができてるんでなかなか芯が取りにくいです。芯の取れるところはここまでですね。はい、なら少し親指とうまく滑るようになったら親指を少し力入れます。つまんでますね。で滑らしてます。あまり力を入れすぎないように滑らしていくのが中心です。少し広げましょう。今手が変わりましたけどちょっと外に広げました。はい、芯がぶれないようにもう一度親指の中です。回転が変わりましたですよね。内から外に逃げていくように回してます。もしこうだったらこうですね。こういうふうに手を持つんでしたら回転を反対にしてください。はい、あ、今ちょっと手が折れてここが芯が取れなくなりました。これでヘラも入れるんですけど今日はもう手びねりで。はい、ろくろ目が残ってますからちょっときれいにしましょう。消すつもりでもいいです。ろくろを消すつもりでもいいです。はい、わかりましたですか。内から外に逃げるようにですね。土が外に逃げるようにします。はい、ここで切ります。ここが少し落ちてますね。薄くなってますからもう微妙ですよ。でここで針で切ります。その時にまずは印をつけます。切れるかどうか。じゃあここギリギリですね。一番最初にここが切れちゃって全体が切りにくいんでもう少し下で切ります。ここぐらいで左手が右手をフォローします。で押します。その時パサパサっと切った時もう切れてますから。はい、水を回します。その時まあ、口作りですね。はい、皮を濡らします。人差し指と中指にぶら下げます。ぶら下げました。でこの線と親指の線が結ばれるようにでここに厚みを持ってきます。でそのままこうつまむんですけど回しといて締める。
右で向こうに回して締める。それか両手で持ってこれでもいいです。丸みをつけるとチップが入りにくくなりますね。それと締まりますから欠けが少ないです。チップも欠けも同じ意味ですかね。ちょっと押して六郎目を作りました。高台脇をもうちょっと下に下げます。丸みが強調されました。はい、少し口は内側に絞りました。もう一回口の整理だけしときます。人差し指と中指にぶら下げました。親指でつまみます。人差し指と親指でつまみます。はい、こんな感じですね。この皮のこのカーブに厚みを揃えるという感じで、ここです。はい、できました。ただヘラが、こういうヘラがあります。そしたら一番最初につけた土を取ってしまいます。ドクロ板の上についてる土を取ってしまいます。同じ手の動かし方で一周土を取ってしまいました。はい、そしたら最後にロクロ板の上の土を取ってしまいます。でヘラ目を入れます。あんまりざっくり入ってしまうと困るんで、土にヘラ目を入れました。これのことですね。これのことですね。でこれがテグスで手前に引きます。手前に引きます。テグスを貼りました。こういうワイヤーですね。たら手前に、はい、でこれを4点で取ります。で動かします。